もう一度おはようございます、ササラです。今日はジュネさんのサンドイッチです。テイクアウトで。ジュネさんのテイクアウトサンドイッチですね。やったー。このジュネさんっていうのはいわき市にあるサンドイッチの超有名店なんですけど、これも以前からリクエスト結構いただいてたんですよ。ジュネさんのサンドイッチおすすめですよって。で、前回動画でも上げてるんですけど、もういわき市に全域にこうマンボウが出てるんで、まん延防止策みたいな、もうあんまり外で食べるっていうのもなんかちょっと気持ちも乗らへんというか、いや家でおとなしくがいいなと思って、もう今日はテイクアウトにしました。というか、まあもうしばらくはもうテイクアウトしか無理かなって思うんですけど、今もういろんな人の目もあるしだからもう僕は家でおとなしくテイクアウトしてビール行ってきますよ。はい、9時からオープンで、もう僕9時と同時にテイクアウトオーダーさせてもらったんで、もうあとは鶏肉だけです。朝からうっとうしいな、こいつ朝早すぎやろって感じかもしれないんですけど、朝ごはんのジュネスサンドイッチとビル、これでいきますよ。はい、とりあえずまあまたここでぐちゃぐちゃお前うっさいぞって感じだと思うんで、とりあえず行きたいと思います。朝からテンション高くやっていきましょう。本日もよろしくお願いします。ジュネスサンドイッチでっかくね。さあ行くぞ。着きました、ジュネスさん。着きましたね。はい、ちょっと思ったより早かった。ちょっと早く着きすぎたんで、しました待機ですね。このコカ・コーラの看板が目印、ジュネスさん、ちょっと待ちます。ここです、ジュネスさん。きます。はい、じゃあちょっとだけ座ってください。はいはい。これが店内の様子ですね。ちょっと雰囲気だけでもと思って、でお母さんもおっしゃってたんですけども、このマンボウで大変だっておっしゃってました。まあ、ちょっとでも協力できたらいいですね。買いました、ジネさんのサンドイッチ各種買いました。はい、いやー、よかった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 。よし、じゃあ帰ってビールとサンドイッチ行きましょう。どんなテンション、ライフスタイル。買ってきました、ジュネスさんのサンドイッチ。相変わらずの頭バグりようなんですけど、めちゃくちゃ凍ってきましたよ。めちゃくちゃ凍った。とりあえず食べて飲んでいきましょう。よっしゃ、オッケーっすね。オッケーやな、オッケー。とりあえずギネビの瓶、朝のモーニングショットはギネビの瓶でしょ。はい、いや、いいんかな、ちょっと待って台本通りかな、台本もクソもないんやけど。とりあえず飲むか、とりあえず飲みましょう。違うな、絵があるからなサムネの絵があるからな。とりあえずあのオープニングショットでちょっとこれ一発やらせてください。煙煙煙煙が上がってる。では皆様、連休おはようございます。乾杯。おはようキンキンのギネピ、うんめキンキンギネピやばい。よし、じゃあジュネスさんのサンドイッチオープンしていきますね。でかでかすぎだよ。これが卵サンドですね。これが卵サンド、バカでかいこれデカ盛りサンドイッチって聞いてたけど、いや想像の倍でかいな。バナナがついてるのか、これ何やと思ったらサイドにバナナがついてますね。バナナがついてる。これがカツ、やばでかい。これちょっと伝わんのかな、これ伝わってんのかな伝わってんのか分かんないですけど、まあちょっと後で別撮りもしますね。でこれがツナサンド。でこれが野菜サンド、野菜サンド。でもね、これすごいのが1パック600円とかなんですよ。まあ、カツはちょっと高かったのかな、900円ぐらいしてたんですけど、そう、カツは1パック900円ぐらいだったんですけど、あとは600円とかなんですよ。いや、安ない普通にマクドとかでさ、普通に定食っていうかあのセット頼んだらもう1000円近くかかるじゃないですか。でも、もうこれとジュース買ってもね、600円、700円で済むから、でもめっちゃ安いと思いますね。ちょっと開けるか。どういう注文の仕方なんやって思われたかもしれないですけど、僕はあの頭が悪いのがこう売りでやってますので。これが卵ですね。でサイドにバナナで
トゥナ、トゥナ。で、これがカツサンド、カツサンド。で、これが野菜。そして、ビール。これでいきます。よし。じゃあ、食べていきましょう、食べていこう。めっちゃうまそう。くっそ腹減った。では、ジュネスさんのサンドイッチ各種。いただきます。まず何からいこう。まずカツからいくか。まずカツサンドからじゃあ、いただきます。ていうか、もうほんまに分厚いんよ。すっごいんですよ。めちゃくちゃ分厚い。じゃあ、いただきます。うまい。やった。サクサクや。で、からしマヨなんですよね。からしマヨネーズ。なんかからしマヨもうめえわ。うん、うまいうまい。で、カツサンドって言ったら、まあ僕京都出身なんで、しずやっていう超有名なパン屋さんがあるんですけど、しずやのカツサンド以来やと思う。多分これほんまにカツサンドなんか食べへんもんだって。で、久しぶりにカツサンド食ったけど、うまいわ。まあしずやのもめちゃくちゃうまいんですよ。でもね、これはこれでうまい。なんかちょっとタイプが違うっすね。しずやのは確かビーフカツサンドやったと思うねんな。これビーフカツじゃないもんな。これとんかつやもんな、多分。うん、とんかつやな。じゃあ次、卵いくか。この分厚卵、中もプルンプルンなんですよね。ちょっと半熟というか。じゃあちょっと卵サンド、玉さん、いただきます。もう分厚すぎるもん。もうハンバーガー級やもんこれ。いや、プルンプルンやん。うめえわ。うまいうまい。なんかあっさりしてるよな。なんかめっちゃあっさりしてる。ちょ、これケチャップ欲しいですね。ちょっと次これケチャップつけます。あの卵サンドケチャップ絶対合うんで。じゃあ次はちょっとまあ一通り行きたいんで。そうそう、一通りレビューしてから。じゃあ次、ツナさん、ツナサンド、いただきます。キャベツ、レタス、ツナ、うん、バランスがいいな、バランスがいい。僕自分でこう今までメンチバーガーとかメンチコロッケ、何コロッケサンドとか作ってきたから分かるんやけど、こうやって綺麗に作るのって結構すごいんですよねこれ。ぐっちゃぐちゃなやつ今まで作ってきたから、いや、この綺麗な技術がすごいよな。めちゃくちゃ綺麗、見栄えもいい、素晴らしいですね。じゃあラスト、野菜サンドってやつですね。野菜サンド、トマト、キュウリ、キャベツかな。うん、いただきます。野菜サンド、うまいわ。あっさりしてうまい。こう野菜も取りながら、こんだけ爆ぐらいしてたら野菜関係ないあるって感じなんですけど、まあ、これ野菜摂取もできるんで、まあまあね、いいんじゃないですか。プラマイゼロで、ゼロなんかな、ようわからんけど。まあこれ、あの、僕みたいにこう頭悪いことせんでも、1パックに2種類入れられるんで、うん、卵2つとカツ2つみたいな、そういうのもできるっぽかったんで、あの、そっちしてくださいね。僕はこう、レビューもあるからやっぱり、ね、このチャンネルはこう、情報量もやっぱ多くいきたいから、うん、こう、ただ細々食べてても仕方がないじゃないですか。お前、誰やねんって。お前、マジで、何いわきの情報チャンネルにしようとしてんねんって感じですけど。いや、ほんまはね、ほんまはね、僕、まあ、実家が京都なんで、帰省しようって最初は思ったんですよ。で、京都帰省したときに、その、言ったかな？ YouTube で自分で言ってたかもしれないんですけど、京都で、その、僕のおすすめのレストランとか、中華屋さんとか、まあ、いっぱい、もういろんなとこあるんで、居酒屋さんとか。そういうのをこういつもの形でレビューできたらなと思ってたんですけど、もうこんな状態やし、いや、もうそれ無理やと思って、もうその選択肢なくなって、で次は福島を僕そのぐるっと回ろうかなと思ったんですよ。また福島とか会津とかで現地の居酒屋とか行こうかなと思ってた尻からこれ。もうお酒提供できませんよ8月いっぱいみたいな。なんだいと。仕方がないんですけどね、仕方がないんやけど、
そういう企画ももう全部終わっていっての朝からビールサンドイッチそうなっちゃったんですよね。はい、おなかいっぱい、マジでおなかいっぱいや。てかでかすぎた、ほんまに想像の倍でかかった。あのお昼ご飯ですね、お昼ご飯、お昼ご飯とおやつ、まあもうずっと家おるんで、もうずっと家いるから、よかったな、うまかったな。いや、なんかサイトとか見てたら、このジュネスさんのおすすめは卵とカツやって書いてあるんですけど、個人的にはツナがいっちゃうまかったかなっていうツナと卵かな。僕がこの2つで選ぶんやったらツナと卵、全部うまいんですよ、全部うまいんやけど、もしこの4種類の中で2種類選べってなったらツナと卵をこう選ぶかなっていう、僕はね、それはもう個人のあれなんで、はい、僕はそのチョイスでいきたいなと思います。何やねんそれ思いますって何やねんって感じなんですけど、でも全部うまかったっす。もうこれあの今日はもう引きこもりなんで、もうネットフリックスずっと見るっていうのが決定してるんで、決定してるから見ながら、ビール飲みながらでいきたいですね。まああとは編集しつつっていう感じで、だらりだらりやりましょう、この連休期間でも頻繁にアップロードできたらなと思うんで、また楽しみに待っといてください、はい、なので皆さんもぜひジュネスさん朝9時から18時の時間で営業されてるんで、ぜひ訪問されてください。まあ今はちょっとね動きにくいんですけど、でもお母さんに話聞いたら、あの時間はいつも通りやっておっしゃってたので、様子見ながら、もう僕はもう何とも言えないです様子見ながら訪問されてください。なんでジュネスさんのサンドイッチぜひご賞味ください。めちゃくちゃうまかったです。ごちそうさまでした。というわけで本日は以上でございます。いつもご視聴いただきありがとうございます。できる範囲で撮っていきたいなと思いますんで、またよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 Thank you for my video. See you next time. ポン、チャンネル登録よろしくお願いします。ポン。